カールグスタフロスビーカールグスタフロスビーは、スウェーデン生まれのアメリカの気象学者。ストックホルム生まれ。ストックホルム大学を卒業後、イ・ビアークネスに招かれ、ノルウェーのベルゲン地球物理学研究所で、極前線論の研究を始める。1926年と弁し、気象局に勤めた後、1928年、マサチューセッツ工科大学の助教授に就任。 1939年アメリカに帰化し、気象局の副局長となり、研究と教育部門の責任者となった。1941年シカゴ大学の気象学主任、教授となり、以後約10年間は彼を中心とするシカゴ学派が、気象力学の面で活躍した。1950年からは、ストックホルム大学の教授も兼ね、同時に国際的な気象研究所を開設。 気団分析用のロスビーズの考案やロスビー派の発見、ジェット気流、編成風、絶対ユーズド保存の研究、アイセントロピック解析などが主要な業績である。大気の大規模な運動を熱学的に論じて、気象学を飛躍的に発展させた功績は大きく、近代気象学の父と呼ばれる。また、多数の優秀な弟子を育成し、アメリカの 気象学雑誌やスウェーデンの気象誌、テラスを創刊するなど、教育者、組織者としても、国際的に活躍した。1951年には、気象学に対する貢献を称えるカールグスタフ・ロスビー、研究賞が制定され、毎年1名に授与されている。ロスビー自身も1953年に受賞している。ありがとうございます。